はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル暁大付属で、今回は捕手を育成していきたいと思います。二宮が手に入りましたので二宮を使っていきましょうということが、今回のコンセプトですね。練習の方にコツが来ているんですけれども、ちょっとまずは、デッキを見ていきましょう。デッキはこんな感じです。まずは二宮ですね。二宮の金徳は司令塔になります。で、ちょっとね、司令塔が、不確定なんで取れるかどうかっていうところはあれなんですけれども、まず補修用の金徳で司令塔で、あとやっぱりね、球界の頭脳が欲しいので、三幸和也を入れてきてます。で、自分スッスを持ってるんで、本当だったらね、スッスを入れたかったんですけど、なんで今回三幸和也になったかっていうと、これはね、前イベと後イベの調整ですね。で、暁大付属をやるときに全員打倒しようとすると、自分どうしてもね、このね、四条兄弟をね、入れないと無理なんで、この2人がまず決まりますと。で、この2人は両方とも前イベなんですね。で、さらにその打倒ポイントの関係で外野も入れておきたいと。で、外野を入れて、かつ、キャッチャーで使える金徳をくれるっていうと、もう草野になっちゃうんですよ。で、そうすると前イベ、下の段が前イベで、上の段の人たちが、後イベなんですけれども、もう前イベがこの3人で完全に固定されて、あと後イベから3人選ばないといけないっていう状況になるんですね。そうした時に、スッスが、前イベなんで、ちょっとスッスはもう選択肢から、外さざるを得ないと。で、そうすると、あと球界の頭脳を持ってるのがちょっと後イベの三幸和也というところになりますので、三幸和也を入れてますと。で、あとやっぱりささやき戦術も欲しいので、後イベのひじりちゃんを入れてますと。前4にするよりはやっぱり前3あと3でいった方がいいかなというのが、今回の、デッキを組んだ構成になります。じゃあこれでやっていきましょう。コツコツコツ、誰、四条か。いいか、四条コツやって、次追求して早々に四条には退場してもらうか。もう盗塁コツとかねキャッチャーにはね、いらないよ。総力をね、捨てざるを得ないんで。ただまたコツが来てるな。これは三幸和也か、キャッチャーコツ。ここすごくねここもやりたいけどね。どうしようかな。キャッチャーコツはね、やっぱりどうしても欲しい。三幸和也、これで次追求しよう。お、とりあえずキャッチャーはくれた。最低限のことはできたな。キャッチャーコツなしでのね、球界の頭脳っていうのはさすがにきついんで。だからコツがちょっと安定するかなっていう、安定するかなっていうか、安定するかどうかっていうところが微妙なラインなんですけれども。あ、そうそうそう。で、あと、最後にね、六本木を打倒したいんですね。六本木を最後に打倒するとストライク送球をくれるんで、そうするとあとね、送球コツも回収しておきたいと。で、三幸和也なんてもう全然使ってないんで何持ってたっけこいつ。送球骨持ってるよね。じゃあこれはちょっと追求しておこう。何でもいいからくれ。意外性か。これも余剰だな。倒せるときに倒しておく。暁大付属はこれでいこう。ある程度のね、やっぱり順番は考えないといけないんですけど、残しすぎてもね、結局打倒できないっていうのがあるんで。ここはおとなしく寝ておくか。三幸和也ってイベント何回だっけ。本当に全く使ってないからな分からん。ここは二宮もいるし、四条もいるし、二宮を早めに打倒できるっていうのがでかいっちゃでかいかな。ここ一番の男、これ福井部だったんだ。で、草野のこれは通常のイベントですね。 OK。 違う、この次だ。 OKOKOK。 ここでカッキーンってなってくんないと。
お、チーム評価。お、二宮がいるね。ただね、二宮はね、キャッチャーコツとか、そのキャッチャーに関するコツを持ってないんで、そこがまた微妙ですよね。だったら、四条を倒しつつ、他の二人のカウントを減らす。これでいこう。赤次大付属はね、本当にこの、どの練習を選ぶかっていうのがね、難しいですよね。お、負けたのか。てか、余剰に別に挑戦しなくていいよ。で、通過ですね、通過。通過が金徳になるんで、この選択肢は、ファールカップ。これで進んでいきますと。お、臨床分、お、チームメイトの強化も上がる。だから今回のデッキは、まあ、余剰じゃなくて二宮1回しか使ったことないと。で、三幸和也はそもそも全然使ってなかったからイベントを忘れたというのがあるんで、まあ、精神ポイントに関してはね、この編成であれば全然足りると思うんで、そこはねいいと思うんですよ。まあ、4% だったら全然いけるでしょう。まあ、だからね、能力も本当に査定にこだわらず必要なものを取っていくっていうところでやっていきます。これを勝ってくれ。よし、6本気に勝てたのはでかいな。これめっちゃ下がりますよね、勝つと5とか。これはなんだっけ、ひじりちゃんもそんなに頻繁に使うキャラじゃないからな。なんか緑特能とかくれましたよね。まあ、確定じゃないんだけど、ここも寝ておくか。あ、そうかそうかそうか、妹の強化も上げていかないから、これはスミカちゃんを誘いますか。あとでこっそりついていくだと盗塁なんですよね、盗塁。まあさすがに盗塁コツは足が速くなるわけじゃないんで、盗塁アシストで手を打っておきましょう。で、まあここも確実に点を取っていくと、まあ、技術ポイントがねかなり入るんで。で、コツ余剰か。これは余剰を先に潰しておこう。スミカちゃんいる？いないね。ちょっと六本木の打倒ポイントが意外に下がってきたけど、ささやき戦術、まあ、これはね内容が良くなってるんで下がるのは下がるんですけど、まあ、全然気にならないくらいですかね。若干イベントが4回続くんで長いかなっていう印象はありますけど、ひじりちゃん1人かね。こういう時にね困るんですよね、誰もいなくて。だったらコツがあるけどどうしよう。スミカちゃんの評価も上げつつ余剰をぶっ倒したいっていうのがあるけど、これはめちゃ悩むな。倒せるときに倒したいっていうのと、結局クリスマス間に合わないってなるとな、あれだからな。ここはちょっと悩んだね。よしよしよし、とりあえず打倒完了。おお、六本木はそういやどんどん下がってくな。で、通過の2回目か。あれ、二宮って何回続くんだっけ、金徳3回で終わるっけ。で、草野の金徳ですね。これもまあ選択肢が出てくるので、上で続けていきましょう。6本木残り2 スミカちゃんはとりあえず告白の評価まではいった。あとは二宮を倒せる時に倒しておこう。減らす、あと1回ですね。
お、いいねいいねいいね、来た来た来た、告白。見られたくないの？これちなみに図書室だよね、多分学校の。これ結構騒いでるよね、こいつら。ヒートアップしてきたって言ってるから。で、なおかつパチ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 みたいな感じになるからさ。そう、これだったら余剰を倒しておいて正解だったっていうところっすよね。六本木倒せるな、これどうする？六本木倒す？諦める？ストライク送球。二宮はいないね。いやー、これはちょっとどうすっかね。倒しちゃおっか。ストライク送球諦めよう。倒せるときに倒す。それが暁大附属。でチャンスのコツももらって、まあ、打倒は悪くない感じで進んでいってるかな。そうすると、でこれは一番上でいいでしょ。体力がね結構減ってるときは真ん中にしてガツッと体力を回復させるのもいいんですけど、まあ、絶対成功するかって言われるとそれはまた別なんで、二宮も倒せるんで二宮も倒していきましょう。で1月の試験で一ノ瀬が試験でだいぶ下がるんで一ノ瀬も倒していくと、まだすぐには倒せないよね一ノ瀬。あ、倒せるね。割と倒せるな。三本松とかはね結構厄介なんだよな。外野のコツが来てないから、まあ、とりあえずこの2人を減らしておくか。ここ1番のここ、満塁男なんてつかめるんだ。精神的支柱もね、守備 A まで上げたとしてもそこまで絶対成功するかって言われるとそんな感じじゃないからね。あ、ここはいいね。まあちょっと敏捷ポイントも稼いでおきますか。三幸和也、やっぱりそこまでのタックの強さはないね。単純なねワンタックだったらやっぱりね減らせるときに減らすっていうのもいいと思うんですよね。お、つくもに勝った。これでかいぞ。このまあ後に倒したいキャラといえば倒したいキャラだけど、ここでメンタルをやっても誰も減らないんで、これはデートしましょう。スミカちゃんはね空デートがないっていうのがね本当にいいっすね。安心して予定を組める、最終週に残しておいても大丈夫っていうね安心感がありますからね。通過が進んでいく。あ、これ失敗したか。キャッチャーコツ、寂しいぜ。司令塔不確定っていうところもねまた悲しいよね。で二宮が実装された時は二宮しか司令塔持ちがいなかったんですけど、今春のピックアップ祭りだっけ、今あれが来てる時期なんですけども、マネージャーのね、コンノちゃんが実装されたんで、そうすると、あ、進みが早かったな。司令塔確定なんで、二宮の存在意義がさらになくなってしまったと。これは失敗するぞ。ほら。結局なんか平凡なキャッチャーになりそうだな。怒り、まあ、二宮のコツを取りつつ、せっかくのラブバワー中だしね。
ロック。うわ、ここで体力減らされるのか。12月の3週で練習しときたかったのにな。練習できるか。この体力は無理だな。33% はきついな。ちょっともったいないけど、精神をやって、やる気が上がった。いいね。なぜやる気が上がるのかよくわかんないけど、ひじりちゃんと一緒に勉強したからか。あれ、ひじりちゃんってさ、後輩じゃなかったっけ？同学年だっけ？でも頭のいい子は頭がいいですからね。一ノ瀬が倒せますね。つくもも倒せるのか。一ノ瀬を倒すと基本的に全員のカウントが下がるんで、つくも倒すと確か八島とかが上がるんだよね。まあコツもあることだし、雲を倒そうとすると、ただ走塁が上がるのか。うむ、なかなかまた難しい選択になったな。まあいっか。まあ、ひじりちゃんはね、基本的にはコツをくれない子なんで、まあ、あんまり期待はせず。あれ、全然違った。ヤシマじゃなかった。ヤシマを倒すとつくもが上がるのか。なんかこの2人の関係がよくわかんないんだよね。しかもさ、結構増えたよね、さっき。お、大吉大吉。 OKOKOK。さて、ちょっとミートを上げていかないと。まあ、一ノ瀬との勝負もね、まあ、無理をしなければ回避しちゃっていいんだけど、ポイントもらえるんでね。みゆきかずやが確かカッターのコツ持ってたよね。ちょっと片コツを後に回すか。今さら守備上げてもちょっと遅いんだけど、上げられるだけ上げて、チャンスはじゃあ取っちゃう。キャッチャーも取っちゃう。まあ、意外性バント、満塁も多分別にないよね。もうでムードも取るでしょ。ブロックも取るでしょ。ちょっとここら辺結構敏捷使うな。盗塁アシストコツがあるとめちゃ安い。パワーは、E あるんで大丈夫。よし、誰を減らしていくか。外野陣だな。ただ一ノ瀬、そうか、カウントが上がっちゃったのか。一ノ瀬をいつでも倒せる状態にしておこう。できれば守備のところで倒したい。あ、しまった、一ノ瀬ここで減らしてるんだ。ミスったとか言ってね、調子こいてるとね、10点取れないからな。まず1本、まず2本。よし、 OK。 あとはもうちょっと強振で狙っていこう。といってもパワーがあるわけじゃないんで。20点はいきたいね。20点はやはり DE だときついかな。持ってけない。弾道も2だしね。ほらほら全然持ってけねえわ。20ポイントか。コツ、一ノ瀬がいる。これはもう一ノ瀬を倒しておこう。
で次が3周になるんで、よし肩コツ、スミカちゃんとデートをして体力を回復させてマラソンに行きましょう。これってさ、よく思うんだけど、怒りの打倒カウントが上がって次打倒カウントが全員に下がるじゃないですか。これって結局怒りのカウントはプラマイゼロってことでいいんだよね。そんなの打倒ポイントこれでさ確認すりゃいいんだけどもうおとなしくデートしよう。肩コツはね一回掴めれば別にいいんで、早急骨が欲しいよね。そうすると早急骨が、おいいやー危なかった。お前さこの前休んだだろ、さらに仮病を使おうとしてんのか。これは行きましょう、思いっきり飛ばしましょう。ほら行くぜ、超減ったこれで体力回復する意味がよくわからんけど、まあさすがにちょっと少し飛ばしていこう。すごい登りが多いね。ちょっと抑え気味に走って次次第だな。ケチか、これ思いっきり飛ばして大丈夫だよね。おお、ギリギリで結局1位やったぜ。やった、走力が上がった。走力を上げる手間が省けたと考えよう。これはあとはここからが大変なんだよね。やっぱりよし、とりあえずダッパワー、もうちょっと減ってて欲しかった。かつバレンタインが近いっていう。スミカちゃんはねバレンタインでめちゃくちゃ回復するからね、余剰のコツはいいや。ちょっと草の中草のこれ追求しよう。ガイアの人たちが、二宮のデート、これなんだっけ。何してたらいいや。まあ、スミカちゃんのねバレンタイン精神をめっちゃくれんでいいんですけど、いいんですけど、こっから先をどうするか。追求だな。守備職人欲しいな。お、来た来た来た、成功してくれ。おお、よしよしよし、どうなった、五十嵐か。ちょっと先にもう7位を倒しちゃうっていうのもありだよな。ちょっと頼んでみよう。頼むぞ、やべ7位。深まった、深まったところで五十嵐倒すと確か三本松って下がるよね。ワンタッグだったらどうすかね。ちょっと三本松を下げつつ八島も倒しにかかるか。で、これが9階のズグノか。後でフォローしとくよ。だっけちょっと待って、これ確認しないとわからん。一番上でないのは確かだからね。下2つで進んでいくんだっけ。これはちょっと確認していきます。と、あ、違う違う違う、真ん中だ、真ん中、真ん中にしないと進まんわ。てかこのチームキャッチャー多いな。で7位もちょっとあれだから、
7位のカウントを1回減らそう。メンタルは特にだな。3減るってでもすごいね。やっぱりな、外野キャラも入れないとちょっと俺は無理だな。でここはおとなしくデートをしましょう。次スミカちゃん3回目だっけ。ペースは若干早めかな。目の下にクマができるってでも相当だよね。俺1日徹夜してくらいじゃクマとかできないですけどね。でひじりちゃんも進んできて、五十嵐しっかり守るか全然減ってないな。ヤシマって先に倒しちゃっていいのかな。七井がいないね。うーん、ヤシマ倒そう。守備で全然打倒できてないのが微妙だけど、ここで三本松が2位、三本松を2位減らせられるのか。いやーちょっと待って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 よ、しっかり守るがちょっと多いな、さすがに多いな。あれあと何人、闇夜のノックに挑んで、ちょっと守るくんがやばいことになると。このままだと次ぶっ倒すと2倍になる。1、2、3、4、あそうだね、次ぶっ倒すと2倍になる。これ5でしょ、10でしょ。10はきついよ。そうすると二宮何持ってんだっけこいつ。ブロック取った阿部ヒカーと技術は大丈夫だと思うから、阿部ヒは取っておきましょう。いやーちょっと怒り守るを全然気にしてなかったな。ここはメンタルでいくか。怒り、お前か。さてどうするどうするどうする、めっちゃ困るよこれ。怒り毒、タックが絡んでくれないとな。勝てよし、ナイスだ。これはでかい、マジででかい。これは様子を見ようでいいよね。これはね大丈夫なはず、様子を見ようで。様子を見よう。頼むぞ、取れよ。おお、ナイスだー、取ったぞー。全然経験点くれるね。で五十嵐七海三本松が1だったらな、めちゃくちゃ効率良かったんだけど、四条のコツか。碇は最後に持ってきたいからね。うわ少な。こんな少ないのタッグ、みゆきかずやってマジか。これってさ、上がって下がるっけ。いや、ちょっとやろう、もう肩とかレベル上げてもしょうがないけどな。いや、怒りをね、5減らしたのはでかかったね。これで、上がって上がって下がって下がってみたいな。
で結局3本も今いくつ ?4 か、それなりにあるね。ここはちょっとデートをしておきますか。早いな、なんだかんだで早く終わったな。いや、まだ終わってないか。あと1回、あと1回。でこれでひじりちゃんが終わりか。かわいい、てかさ、これさ、バッターボックスでさ、こんなに話してていいの？完全に後ろ向いてるよね。後ろ向くのは絶対ダメでしょ。でなこれはな、もうお任せしちゃおう。まあ、とりあえず DD にはしておいて、肩はもう上げちゃっていいよね。別に上げるとこまで行くよ。 A までいけるか。で趣味もちょっといけるとこまで行こう。よし。呼吸もわりかし精神があるけど、ちょっと使いすぎるとあれだね。走力はなんとなく30にしておこう。うん、 OK。 まあ、試合で打てる自信がない。これはキャッチャーはね、ちょっとそこもきついんだよね。負けやがったか。結局やるな。あ、これやる気下がるんだ。負けると基本勝ってるからな。ね、コツもね欲しいんだけどね。ちょっとこれはもう5月か、減らしにかかろう。3本松、てか3本松ってさ、最後に倒すと何くれんの？そうか、別に打撃能力あるわけじゃないからな。怒り減らしてもしょうがねえしな。まあいいか、でも得点のために。お前をぶっ倒す。無理だ。打てる気がしない。ほら、開こう、ミートを開こう。うわ、ファールか。ちょっと振り遅れたな。2本。次しくったらバントに切り替えよう。え、ダメなの？よしよしよし、確実に確実に至近戦法でいこう。はい、 OK。危なかった。DD はきついよ本当に。お、これでやる気が上がるな。よしよし、ここでね、今更チームメイトの評価10上がってもね。あ、これはでかいな。3本マスのカウントが2減らせられるのはでかい。ここでイカリ守る。両方1なんだよね。3本松って何？ちょっとこれは見ておこう。あ、3本松恐怖の満塁男か。切り込み隊長ちょっとね、草野からチャンスメーカーのコツをもらえてないからね、3本松にしようかな。ここで草野がなんかコツをくれそうな気もするけど、まあいいや。光をぶっ倒しておこう。さて草野くん、君は何をくれる？守備職人。あ、守備職人、そういえば取ってなかったわ。まあ別にいいけど。これカウント上がって、カウント上がって、
で怒りに頼むでしょ。怒りに頼むとカウント2くらい下がったよね、6月の1周で。で7位はな、もう別にこれ体力いっぱいだからな、何もない悲しい。でこいつらはもう2人ぶっ倒してあるんで、2人とも1理ある。あれあ、そっちは3本松倒してなかったんだ。でちょめちゃ増えちったよいつもの癖だ、3本松は倒してあると思い込んでしまった。なんだかんだでもう5月だからな、ちょっとまずいな。それで4でしょ。これで終わりだっけ、9回の機能は。よし、少しか、しょうがない。お願いします、光様。間違えちゃったんです、さっき選択肢。ありがとうございます。あ、3下がった。よしよし、これで、でかいでかいでかい。本当に。でも、倒せるときに倒したけどな、コツ欲しいな。マジコツ欲しいな。いや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 、これはちょっと。無理をせず倒そう、守備だし。でこれで練習に専念できると。一応体力回復するね、ちょっとだけ。練習はできるか。恐怖満塁男。うわ、雪和也、何これ、メンタルと1しか変わんねえじゃんひじりちゃんがいるからか。じゃあこれ回復しつつここやるよ。ゆきかつや本当にタックがしょぼいな。まあやるか。なんか経験点とか入ったよね、やる気も上がったし。これもうどうでもいいし。これでこれ何にもないのか、これも何にもないのかまあそれは終わってるからさ、アベレージヒッターとっとこう。9回の分のちょっと先に取って、ダベキ取って、あれささやき恐怖の満塁男取るでしょ。恐怖の満塁男コツをつかんでると安いね、金得としてのあれは。魔術師取って、ささやき重いね、やっぱり1だと。なんだかんだで技術がまた厳しくなってきたな。技術ポイントをもらっておこう。これはすごいぞ俺は。おお、10年に1人、10年に1人って言うけどさ、俺より強いやつらはいっぱいいるからね。またメンタルか、ひじりちゃん。これはちょっとやっておこう。デートもあと1回だし。よし、送球。ありがたい、これは。で、7月の1周。ちょっと待ってね、弾道は3にしておこう、さすがに。マヒッターはね、欲しいけどね、ちょっと送球は取っておこう。弾道3にして、パワーを。上げていきたいけどパワーが C にならないね、これ。送球ちょっと1個諦めよう。で技術が吹いたからこれで C にしよう。よし、これでなんとか打っていこう。いや全然違うわ、ひじりちゃん、やっぱり。みゆきかずやとか、この先二度と使わなそうだな、かわいそうだけど。7番とか8番なんだろうな、きっと。5番かあ、そうかそうかそうか、キャッチャー陣が多いからね。サイガとかね、東条とか入れるとね、もう全然クリーンアップ打てないからね。やっぱりね、デッキキャラに頼らないとね、全員打倒はできないっすね、自分は。難しい、本当に。
おお、あれダメなのか。ホームラン2本打てっかな。とりあえずこれはいったな。これ行くの？行かないんか。あれはダメなのか。最後回ってきた。ちょっとフォークは打ちづらいから置いておいて、なるべくストレート。これだー。結構初戦だからね。ミートもなー、スイングしたいなー。きついなー、やっぱり中山くんと。これはどうしようかね。そうすると先にデートを終わらしちゃう。いやでもな、一回練習してデートすっか。どっちにしようかね。スカウトがいるからな。スカウト評価を上げつつ、筋力ポイントもらいつつでデートしよう。固め打ちがないからな、これできれば3で欲しいんだけど、わりかしね成功するよね。てか成功する確率の方がね高くないっすか。めっちゃ成功するんですよね。アバターか。固め打ちとかは取れる余地がないんで、取れるときにめった打ちを取っておきましょう。金徳残しておくとね、後でうわ金徳取れねえみたいなことになるからね。結局早急も取ろうとすると、これか、総力 D になれたらいいっていう感じだね。これ無理かな。司令塔は失敗してるからな。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で大見、あ、このシュート狙い目だったのに。投げました。流し打ち、どうだ。そうあるかよ。投げました。1球外した。ボール、カウント。いや、これアバットボールで決められるぞ。打ちました。打球はファースト取りました。全然飛んでかねえな。満塁満塁、俺満塁だよ。追加点のチャンスです。2アウト満塁。無理無理無理。アバタボールはマジ無理。投げました。あ、無理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 。少し意識しすぎたか。第3球を投げました。1球外してボール、カウント。なんでこういう時に来るって。投げた。インロー際どい球。おー怖いね。カウント2ボール2ストライクです。おーおー怖い怖い。カウントは3ボール2ストライク。投げた。どうだ、恐怖の満塁男。さすがだ。遅れたけど。6回の裏、よし変わってくれてる。攻撃に入ります。トップバッターは大見。打ちました。痛烈。あれ、また満塁。追加点のチャンスを迎えました。俺が恐怖の満塁男だ。いやマジ恐怖だねこれ。これは恐怖の満塁男って呼ばれるわ。あ、そうか、イカリ君との勝負があるんだ。これパワーヒット狙いに行こう。メンタルか、メンタルか。ちょっと守備ネームやるか。勝負だ。これはボールでしょ。高めから入ってくる。これは、ボール。
慎重に行こう、慎重に。え、これちょっとやだ。うお、際どい。マジか。いいところに投げてくるね、いかりくん。草野にするか、二宮にするか。筋力もね、欲しいっちゃ欲しいからね。草野はね、まだコツが残ってるけど、いっか。ポイント重視でいこう、ポイント重視で。あとは甲子園でどれだけ打てるかだよな。一応ミートか C にできるけどな。 C にしておこう。これでちょっとは良くなるかな。さあ1球、0対0で迎える2回です。バッターは大見、投げた、初球打ち、ヒットだ。これは全然ダメだ。これはセカンドへ大見ツーベース。4回の裏、赤瀬大付属の攻撃に入ります。先頭バッターは大見、打っておきたいけど、初球打った、掴みました。ワンアウト、赤瀬大付属リードで迎える6回です。バッターは大見、投げた、これはいいでしょう。完全なボール球。第2球、投げた、打ちました、ツーベース。もう一回回ってくるか。よし、みんな頑張った。ショックになってる、無理。鈍いゴロ、アウト。次はちょっと精神練習をしないと。さすがに体力が持たん。ここ結構いいけどな。激闘第一か。呼吸を上げていこう。精神上がってるからね。A にしよう。一応まあ守備的なところはだいぶ抑えたかな。そう、最近ね、まあ、最近って言っても割と時間が経ってるけど、ささやき破りがね普通に取れるようになってるんで。で、今回は来なかったけど、スニカちゃんのイベントでささやき破りのコツがね手に入るんですよね。赤瀬大付属リードで迎える1回です。ツーアウトランナー1塁という場面、初球、これどう、無理か。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で大見、初球から打った、取りました。ダメなの。6回の裏、赤月大付属攻撃に入ります。トップバッターは、よし、これはいったか。いった、あと1回。よしよしよし。8回の裏、赤月大付属攻撃に入ります。この回の先頭バッターは大見、今日はホームランを打っています。第2球、投げました、ボール、カウンター2ボール。第3球は打った、友沢、シュートか。いやー、パワーヒッターがないとやっぱりきついな。さあラスト、何にもない、何にもないぞ。とりあえず技術を上げておこう。爆速か、超打てる気がしない。この能力で爆速を打てる気がしないぞ。じゃあせっかくコツつかんだから肩をミスにしておきますか。あ、送球コツってそれどうなってたっけ。あ、もうつかんだか。よく打ったな、誰か知らないけど。ワンアウトランナー一塁という場面で大見。さあ次の投球、見送ってストライク。際どいね。第3球を投げました、危ない球。
第4球を投げました、打ちました、重っ、下がっていったボールは中継赤月大付属リードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面、うわ、めっちゃ際どい。第2球投げました、攻めすぎだろこいつら。カウント1ボール1ストライク。第3球はアウトコース低め、ボール。カウントは2ボール1ストライク。投げました、打った、左中間のフライ掴みました、2アウトランナー1塁。赤月大付属リードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面、え、これ行く、行かないか。近江8回の裏、赤月大付属攻撃に入ります。先頭バッターは近江、今日はここまで3打数2安打、まあ、3打数2安打だけど本当に安打だからね。投げた、ボール、完全なボール球、カウントは2ボールノーストライク。インコース低め空振り、上すぎたか。第4球を投げた、バックストレート決まってストライク、打てん、あ、第5球、完全にスタミナが切れた。投げた、ちょっと待て、バックストレートを見送ってボール、カウントは3ボール2ストライク。よし、いった、はい、1本ずつしか打てんホームランが。まあでも87もらえれば全然いいでしょう。あとは経験点がどれだけいったかだね。まあ、とりあえずここでの経験点ももらっておいて、でドラフトは大丈夫でしょう。うん、全然余裕だね。やっぱりな、スミカちゃんに依存しないと暁は無理だな、俺は。そうするとね、ちょっとデッキの選択肢がね、狭まっちゃうんだよね。6600か7000とか行きたかったけどね。じゃあどうせだからパワーが待ってんね。ちょっと待って、守備を S にしようで、やっぱ筋肉余らせちゃうのはもったいないからやって、であとは精神か、精神もちょっと余っとるといえば余っとるけど、足を D にしたいっていうのもね、あるといえばある。そうした時に精神が今度余るから、逆境とかとりあえず取っとくか。あと何か必要なもの、ささやき破りとかね。あー、本命生還か、ちょっと取っとくか、せっかくだし。これでちょっと D にして、弾道とかも上げたい気がするけどな。ちょっと得の何取れるか、初球か、初球悪くないね。対エースの方が悪くないか、対エースの方がいいかもね。悩むね。対エース、そうすると本当に何も取れなくなるのか。気分屋はマジいらないからな。まあいいや、これで、まあ、とりあえず守備用のキャラとして、球界の頭脳と、ささやきと魔術師で、本当はここに司令塔が欲しかったけれども、まあ失敗しちゃいましたというところで、まあこんな選手になりました。ちょっとね、途中の打倒がね、微妙な感じで、まあとりあえず全員打倒はできたんですけど、3本末とか最後に残すのなかったんで、選択肢とかね、ミスりましたけど、まあいいでしょう。でそうすると二宮くんだね、どうなんだろうね。今はね、今野ちゃんを借りれば司令塔が確定なんで、
ちょっと、二宮くんファンには申し訳ないけど、二宮くんはまあそこまですげーキャラではないかなというところが印象ではあります。じゃあ今回はこれで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。